はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は暁の7位と三本松の別バージョンが、出たので、こちらのガチャを引いていきたいと思います。まあ、このままサクッと三本松と7位見ていきますと、まずは三本松から、筋力練習っていうのは変わってないです。で、ただ筋トクがアーチストが取れて、で、ローリング打法かファーストの時は思考の一塁手が取れるかもしれない。アーチストは確定で、ローリング打法か思考の一塁手は不確定になってます。まあ一応筋トクが2種類取れるキャラになってますと。で、7位に関しては、まず得意練習が筋力と打撃の2種類練習に、変わってます。で、 SR 以上でミート上限アップがついて、で、PSR で覚醒させるとさらにミート上限アップ、これはプラス2までなのかな。まあ覚醒させてプラス2だけっていうのは、なんか覚醒がなかなか大変そうだけど、まあ一応1人で104まで持っていけるような感じなのかな。これ106まで1人で持っていければなんか相当強い気はするんだけど、まあ104までですね。なので106、いわゆる査定値がもう一段階上がる106に持っていくためには、もう一人ミート上限アップを入れると、まあ、106まで持ってきますというようなところになります。で、筋トクに関しては、まあ、ちょっと野手しか見ませんけど、まあ、アーチストか、カジバのバカ力、カジバのバカ力の方が変化してますね。通常の7位は、アーチストか、高級出打だったんですけども、それがカジバのバカ力に、まあ、変化してますというところになってます。で、まあね、強化暁では、まあ、10決は入れた方がいいので、まあ、強化暁の野手でやっていく上では、まあ、この2人は多分入れた方が全然やりやすいと思うので、まあ、2枚ともね、ちょっとできればゲットしていきたいですね。まあ、やっぱり勝負どころは60連の PSR の 30% が出るか、70連の PSR 50% 引き当てることができるかといったところですね。一応バナー自体は3、4、5、6、7で、手に入るんで、まあさすがに通常の SR だったらどっちか手に入るでしょ、どっちかっていうか両方手に入るでしょっていう感じはします。まあ、偏るときは偏るけどね。まあそんな感じで、タンガチャを見ていきましょう。じゃあ一回、はい。まあ普通、これは単純に R かな。三本松、あ、そうだ、思い出した。ちょっと全然話は変わるんですけど、これがあったんだ。ハーフアニバーサリー無料10連ガチャ第2弾ということで、PSR が1枚確定してます。で、20キャラなんで見ていくと、ジャスミン、あ、これ女性だけしか出ないのかなって思ったらそんなことなかったね。まあ激闘の友沢がいて、帽子なしグッズさんもいる。あ、これ第1弾と変わってない、もしかして。風投げとかもいるしね。まあわかんないや、わかんないけど、とりあえず引いていきましょう。なんかバナーとかは関係ないと思うんだけど、なんか女の子ばっかり出てるから、厳選20キャラ女の子だけかなと思ってましたけど、そんなことなかったんで、引いていきます。ここはみずきちゃん、そうだね。まあみずきちゃんは解放要員で全然欲しいんで、あのやっぱね、折り辺のクレッセントムーンとかね、つけたいなっていう時は水着みずきちゃんを使ったりするんですけど、水着みずきちゃんこれ全然レベル上がってないんで、まあ、それを解放したいっていうのでみずきちゃんは役立ちますね。PR も出てるんで。ひじるちゃんはちなみにね、あのもうPSR プラゴなんでフル覚醒させてますという感じでしたと。じゃあ、本ちゃんの方に行きましょう。10連目、ここら辺はなんか大した演出がなければそのままでいいかな。はい、まずは7位。あれ、ここって何だったっけ、そもそも。一応バナーが出たけど、だから覚醒させようとするとやっぱり PSR を1枚確保したいっていうところだよね。20連、あ、ここは単なる SR だったけどバナーが来ましたと。あ、
虹。でもここ、うん、バナーキラーが確定してるわけじゃないんで。しかもキラーンが入ってなかったからね。お前さんか。こいつはもうきらめき要因だな。清本とかね、バッターだけで見ると強いキャラなんだけど、能力的な話ね。マジでめっちゃ打たれるからね。じゃあ、30連目からは、バナーキャラがどんどん出てきますと。ちなみに3本末はね、意外にミキサーしてなくて、俺ミキサーとかきらめきとかに変えてなくて、プラゴにはなってた気がする SR だからね。こうなんか使えないキャラとかこう捨ててくと、たまにねこう有能キャラとして復刻する、その別バージョンで復刻する可能性があるんで、最近ちょっとね SR のプラゴは1枚持っとこうかなって思ってます。なんか弱いキャラでも。で40連目、ここら辺はもうバナーがポンポン出てくる感じかね。3本末がただ出てないけど、7位ばっかり偏るで、やっぱり偏る。上段7位ばっかりだなね。滝本とかね、滝本こそさ筋力打撃で出てほしいんだけど、別バージョンが。滝本に関してはもう覚醒できるからね、別バージョン出てくれればかなり嬉しい。で虹が来ました。さてキラーンは来ない。やっぱなかなか通常時は入らないね。っていうか普通に1枚ずつしかないんだけど。でとりあえずまあ3本まっちゃんは手に入りましたと。あ、そういえばテーブルを見てないね。テーブルをちょっと3本松のテーブル見ますか。7位見てないけど、ここは3本松かぶりがいっぱいあるな。パワーヒッターとブヒッター変わんない。やっぱりそのボーナスが高い感じだね。筋力ボーナス20でタックはまあついてるし、得意練習率アップもついてるのか。これ最後何がつくんだよ。50だったらちょっと分かんない、分かんないけど、そんなにテーブルは変わってないね。3本末に関してはもともとボーナスの高いキャラなん でここが PSR の 30%。 うん、なんかもう虹が来てない段階でちょっと、いや虹が入ってなかったから絶対だよってわけじゃないんだけど、望みは薄い。うん、7位。 30% とかやっぱこれ取れるか取れないかでね全然違うからね。で次が PSR 50% ですね。あ、虹来た。これでキラーンが入ってればかなり、うん、これは良さそう。これは良さそう。1枚でいいよ。最初の1枚でいいよ。よし、最初の1枚。これは来たね。確定だね。どっちか。サボ松。じゃあ7位借りるか。3本松は PSR。いや、絶対プラゴには持っていけないから、そもそも。そんなにいっぱいは取ってないんで。で、50を見ますか、50を。あ、やる気効果か。やる気がもともと50なんだけど、やる気が100になるっていう感じですね。まあ45で使ってって全然いいでしょうという感じです。まあそんなわけで、一応 PSR 3本末は手に入ったので、今度は暁の強化野手ですね、やっていきたいと思いますので、今回のガチャ動画はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。